古代から脈々と続く時の流れとそこに生きた人々。歴史遺産の宝庫高槻を、あなたも一緒に歩いてみませんか。高槻歴史の散歩道では、高槻の史跡や遺跡、名勝などを巡りながら自然を楽しみ、郷土の歴史にも親しめる散策コースを紹介しています。市長、今回は女流歌人伊勢姫とその作風を慕って、そのゆかりの地である小袖に移り住んだ農院法師、この二人にちなんだコースを散策しましょう。そうですね、小袖はね、駅の近くなんですけども、はい、情緒があってね、散策するのにいい場所なので ね、ぜひ行きましょう。はい、ここに道しるべがありますね。そうですね、農院法師塚道とかありますね。ここを入るということですね。そうですね、はい、行きましょうか。はい、はい、農院法師は平安時代の代表的歌人です。俗名を立花の長安といい、和歌を志し女流歌人伊勢姫の作風を慕って、小袖に居を構えて和歌に専念しました。本尺物語集にも農院法師の別称として小袖入道の名が記されています。伊勢姫も農院法師も百人一首に歌がありますよね。そうですね、小袖は歌人に愛された場所だったんでしょうか。そうですね、当時は遠くにね、生駒山系が眺められるね、はい、景勝地だったそうですよ。伝農院法師墳は農院塚と呼ばれ、平安時代中期の歌人農院法師の墓と伝えられています。墳墓正面に立つ顕彰碑は慶安3年1650年高槻城主の永井直清が建てました。農院の業績などが刻まれた碑文は儒学者の林羅山によるものです。とても静かな場所ですね。そうなんですよね。農院塚の周りにはそのゆかりの場所がいろいろあるんですよね。そうです、近くに踏み塚がありますので、はい、行ってみましょうか。はい、踏み塚は農院法師が死期を迎え、歌の原稿をまとめて埋めた場所とされています。長年その所在は不明でしたが、嘉永2年1849年この地に石碑が建てられました。あ、不老水と書かれていますね。農院法師は不老不死を願ってこの井戸水でお茶を飲んだと言われています。小袖といえば小袖焼きがありますよね。そうですね、はい、食器などの日用品を中心に作っていたそうですよ。小袖焼きは江戸時代後期から明治時代にかけて小袖にあった窯元で焼かれた焼き物です。京都で修行を積んだ初代五十嵐新平が故郷の小袖に釜を開いて以来、代々五十嵐家が作陶を続けました。食器などの日用品を中心に牡蠣や茶器も焼かれ、中には地元の名士らが自ら絵付けをした作品も見られます。小袖焼きの作品の中には小袖の名勝を描いた皿などもあり、五十嵐家歴代の陶工が小袖の地に深い愛着を持っていたと思われます。
次は日吉神社ですね。そうですね、この日吉神社の鳥居に珍しい変化がかかってますので、ね、はい、見に行ってみましょうか。はい、市長、はい、日吉神社と書いてあるだけのような気がしますが、その横に何て書いてます？伯爵東郷平八郎金書ですか。はい、東郷平八郎という人は日露戦争で連合艦隊の司令長官をしていた人で、日本海海戦で勝利を収めた人なんですよ。あの東郷平八郎が書いた文字なんですね。そうですね。日吉神社の創建年代は不明ですが、伝承では天正元年1573年、荒木村重が芥川城を攻め落とし、その功績によって織田信長から摂津の神に任ぜられた際、この地に近江の国日吉神社の分霊を勧請して社殿を建立したと言われています。社殿は桃山様式を残す江戸時代前期の荘厳な建物です。向こうに伊勢姫ゆかりのお寺があるんですよね。そうですね、伊勢寺ですね。はい、やってみてもいいですか。行きましょう。伊勢寺は平安時代の女流歌人で36歌仙の一人、伊勢姫の晩年の居住跡に建立されたと伝えられています。ご住職、伊勢姫と能員法師、この2人の平安歌人のゆかりの名所として、はい、こちらがこう知られるようになった理由というのは何なんですか。そうですね、やっぱりあの江戸時代になってからだと思いますけれど、もともと今我々が使っている百人首のカルタというのは、昔は貝合わせで、まあ、貝合わせというのはどちらかというと貴族の遊びですから、一般の方はほとんど手に入れられなかった。それが江戸時代に入ってその紙ができるようになって、そこにまあハンコみたいな形でカルタを作るようになって、こういうのが普及していって、百人首にいろいろその書いてあるいろんな歌人が一般的になったっていうんですか。まあそういうので、その高槻にこういう方がいらっしゃったという話と一緒になっていって、まあこの西国街道なんかを通行する人たちが立ち寄ってきていろんなものを書いて、その日本中にこう広めていったということじゃないですかね。あ、なるほどね。伊勢姫は高槻でどのような暮らしをしていたんですか。そうですね、まあ、詳しいことは分かりませんけど、高槻というのはそれほど京都から見ても不便なところではなくて、西国街道がありますし、ちょうど高槻の平方大橋のあたり、あのあたりがその淀川の交通の要ですから、はい、今でも蔵湾家で有名ですから、うん、まあ、そういうのでその、まあ、静かな暮らしをしながら、例えば石山寺にお参りに行ったり、うん、淀川をたどって小倉池からずっと上がっていくと石山寺と行ってし前通りますんでね、そういう生活をしたり、あるいは京都からそのいろんな方が訪ねてきて、まあ、その今で言うとどういった代筆といった語弊がありますけど、歌を読んでほしい、その京都今度御所で天皇が主催する直線の歌会があるから、自分もいい歌を出してちょっと目につきたい、そういう時に伊勢にお願いして歌を作ってもらう、まあ、その代わりちょっと何かということもあったというふうに言われています。はい、昔の貴族というのはね、こういい歌を歌いないと、そうですね、歌を歌わないとなんかその評価が下がるというんですかね。
それでこう伊勢姫にお願いして、はい、まあ、伊勢はあのそういうふうに歌を呼ぶっていうのにはもうあの最たけた人だと言われてますから、うん、今回訪れた能員塚や伊勢寺というのは江戸時代のガイドブック摂津名所図会にも載っているそうですね。そうですね、まあ、あの小袖は昔から文化の香り地としてよく知られてたんですよね。